はい、どうもこんにちは。今回はこちらトミカプレミアムアンリミッテッド、こちら3車種新しく発売されましたので、今回こちら開封してチェックしていきたいと思います。前回こちらのね、3車種が発売されましてね、結構ね作りが良かったんで、今回の3台も非常に楽しみです。それではね、早速チェックしていきましょう。はい、まず1台目はワイルドスピードダッチチャージャーです。前回こちらのね、ワイルドスピードから RX7 の方がリリースされてますが、今回ね、ワイルドスピードから2台目となって、こちらダッチチャージャーがリリースされました。じゃあパッケージのね、ちょっと見ていきます。こんな感じでね、ちょっとジオラマ風な感じの背景があってかっこいいですね。はい、そしてパッケージはブリスターパックになってます。で、裏側ね、こんな感じになってます。04番ワイルドスピードダッチチャージャーですね。はい、こんな感じです。はい、それではね、早速開封していきたいと思います。このシリーズね、ブリスターパッケージなんですけど、もう一度ね、ちゃんとね、パッケージにね、戻せるパッケージね、非常にコレクター向きというかね、そこがね、このシリーズのまずね、気に入っているポイントです。じゃあ、こんな感じでいきましょう。入ってました。まずね、ちょっとこのね、パッケージの用紙こんな感じになってます。で、先ほど見ましたけどね、軽く見ときましょう。そして箱もね、ついてるんですよね、これね、いいですね。ワイルドスピードダッチチャージャー4番ですね、今回ね。はい、こういった箱でかっこいいです。あとね、こういったトミカプレミアムアンリミッテッドの説明が書かれています。あ、こっちもかっこいいですね。はい、ということでね、それではこちら見ていきましょう。うわ、すげえかっこいい。じゃあちょっとね、軽くぐるっと見ときましょう。まずね、こちらです。ブラックのボディで、かっこいい。はい、こんな感じです。じゃあね、ちょっと細かく見ていきます。はい、まずね、正面から見ましょう。はい、こんな感じですね。めちゃくちゃかっこいい。こうね、ワイルドスピードに出てきたドームの愛車ですよね。ライトはどうやらこれはシルバーで塗装ですかね。うん。で、ここになんかね、ちょっと細かくなんか書かれてますね。ちょっとね、肉眼にはね、ほんとわかんないぐらい細かいです。で、このグリルというかね、この縁の部分ね、シルバーの塗り分けがね、非常にいいですよね。で、立体感のあるね、このフェイス。かっこいいです。で、ちょっと下の方見ると、ここにウインカーがね、オレンジで、塗り分けちゃんとされています。うん、かっこいい。で、サイドですね、こんな感じになってますね。このフォルムがね、なんかもうほんとザ・アメ車って感じですよね。このすごく長い感じで、ここにフロントのウインカーにこのタイヤとホイールですね。このシリーズね、ホイールがね、ほんとね、結構忠実というかいい感じで再現されててね、気に入ってる一つのポイントです。で、このドアハンドルなんかね、シルバーで結構しっかり塗り分けられています。あと、この窓のね、縁シルバーですね。はい、こんな感じですね。で、これどうやらね、ドア開閉ギミックがついています。あ、すごい。ちょっとね、このインパネのあたりとかもね、すごいですね。これメーターっぽいのがね、見えますね。で、どうやらここロールバーが入ってますね。ロールバー、このシルバーに見えるところがね、どうやらロールバーのようです。うわ、すごいなで、このリアのね、この辺りのウインカーのちょっとオレンジがね、入ってます。あと、ここ給油口かな、シルバーで塗り分けられてます。そしてリア、あ、リアもね、こう立体的でね、かっこいいですよね。うん。テールのランプはこう赤でね、塗り分けられた感じになってます。結構ね、丁寧な感じで塗られてますね。うん、さすが高いだけのことあるね。で、あとシルバーのこのバンパーとかね、かっこいいです。あと、ナンバーのところは白ですね。白で塗りつぶされてます。あと、これマフラーの出口かな、シルバー。うん、こんな感じですね。はい、映画とか見てたらね、こんなね、まじまじとね、細かく見れてないんでね、なかなか面白いですね、これね。
はい、右サイドこんな感じです。でこちらもドアが開いて、こんな感じですね。インパネ周りのね、こういっぱいメーターが並んだ感じとかね、すごいですね。でこっちもねロールバーが入ってますね。でここちょっとだけね、こうガラスっぽいね、三角窓っぽい感じで、あのパーツがねあるのがね、いい感じですよね。そしてボンネット、やっぱりねこの飛び出たエンジンね、これがすごいですよね、この存在感。うん、実際ね、ほんとね運転しづらくないのかなと思うぐらいね出てるんですけどね。はい、めちゃくちゃかっこよく作られてますね。で、あ、こっから見てもね、あのこのインパネのダッシュボードがねシルバーですね。これシルバーで塗られてますね。うん、とってもかっこいいです。フロントガラスの透明度もね結構高めな感じです。でこの窓のね縁もね、いい感じですよね。 はい、こんな感じですね。でトランク側ね、こんな感じになってます。いや、すごい。そしてね、シャシー側はこんな感じになってます。結構ねしっかり造形された感じですよね。でトミカ、トミーで、まあこの辺りなんかいろいろ書かれてますけど、特にね社名みたいなのはね書かれてないです。そしてギミックですね、こうサスペンションのギミックついてます。あとですね、このドアのね左右ドア開閉ですよね。はい、この辺り、あと本当ね中ねかっこいいです。座席も運転席側にしかねついてなかったりとかね、結構中もね細かく作られているのが分かります。せっかくだね、ちょっとねワイルドスピードのね RX7 と並べてみるとこんな感じですね。どちらもね非常にかっこよくてね、うん、こんな感じで Y スピね、また今後もねひょっとすると次もまた出るかもしれませんよね。ちょっと楽しみです。それではね、ちょっと次の車見ていきましょう。はい、続いては名探偵コナン RX7 アムロトールです。こちらもですね、前回ねこちら名探偵コナンフォードマスタング赤い周一が出てまして、コナンシリーズから2代目ですね、アムロトールの RX7。 パッケージねこんな感じになってます。ここもねちょっとジオラマ風な感じになってますね。はい、こんな感じになってます。で裏面ねこんな感じになってます。はい、それではねこちらもパッケージ開けていきます。はい、よいしょ。はい、出ました。こんな感じですね。はい、こちらねシートこんな感じになってます。はい、箱ですね、05番名探偵コナンの RX7 アムロトールです。白い RX7 ね、箱かっこいいですよね。はい、こんな感じになってます。あ、かっこいいな。うん、でじゃあこちら見ていきましょう。まずねちょっとぐるーっと見ていきましょう、ね、白い FD のね RX7 ですよね。この車ねほんとかっこいい。じゃあちょっと細かく見ていきます。まずフロントから、非常にねあの結構トミカとしてはね高い方なんでね、作りが細かい。まずねナンバーがついてたり、ここ RX7 ね、このエンブレムねちょっとシルバーで見にくいかもわかんないですけどね、ついてます。でこのウインカーの部分ですね、オレンジとね内側シルバーになってます。非常に細かい。あとこのフォグランプがねシルバーで塗り分けられてて、あとこの辺りね全部ブラックで細かく塗り分けられてます。あとスポイラーですね、スポイラーはちゃんとブラックで結構丁寧にね塗り分けられてます。あとここのウインカー最後ね、こんな感じになってます。ホイールもね非常にねかっこいいあとこのタイヤのね厚みとのねバランスもねいいですよね、これね、このシリーズで、これもねドアの開閉ギミックがついてるようです。あ、ここねちゃんとこうドアのねここまで開くといい感じですね。中は、こちらはグレーですね、シートとかグレーで、インパネのところダッシュボード周りは、ちょっと黒かなになってるようです。はい、で給油口があったり、ここねここも赤く塗り分けられています。でいやー、はい、こちらもねいいですね。ここちゃんとウインカーとテールレンズ、
これは赤で塗られてて、オレンジに塗られてて、このパーツがどうやらね、ちょっとこの縁のね、黒い部分がね、クリアパーツのようですね。うん。で、あとこのマークですね、エンブレムとナンバープレート。あとここね、リフレクターかな。あとマフラーがシルバーだったりね。非常に細かいです。そして右サイド、こんな感じですね。うん。やっぱね、このスタイルがいいですよね。かっこいい。で、こちらね、ドア開けるとこんな感じになってます。で、右ハンドルで、運転席側ね、こんな感じですね。結構ね、造形もいい感じですよね。はい。そして、ボンネットから、ルーフ、こんな感じになってます。若干スモークのね、かかったタイプのウィンドウになってますね、こちらね。そして、リアウィングもね、非常にいい感じの出来です。うん。かっこいい。そして、シャシーですね。シャシー、こんな感じになってます。結構、まあ、あっさりめの造形というかね、そんな感じですね。ここのマフラーのね、太鼓と出口だけね、シルバーで塗られています。そしてね、ギミックの方ですね、サスペンションついてますね。あと、先ほどもご紹介しましたが、サイドドア開閉ですね。やっぱりこのね、ドアの開き方もかっこいい。あとね、タイヤの方もよく転がります。あと、せっかくなんで、名探偵コナンつながりでね、赤い獅子のフォードマスタングと並べてみると、こんな感じです。ね、かっこいいね、どっちもね。あと、そして、ちょっと、RX7 同士。ね、全然違いますよね。こっち結構普通なんですけど、こっちエアロバリバリついてて、7同士。ね、こんな感じでちょっと並べてみてもね、かっこいいです。はい。それではね、次の車行きましょう。はい。3台目は西部警察マシン RS1 です。はい。パッケージ見ていきましょう。西部警察パート3ということでね、背景めっちゃ燃えてます。はい。かっこいい。はい。裏はね、こんな感じになってます。さあ、オープン。よいしょ。はい、出ました。まず、こうね、背景シート、こんな感じですね。で、箱ですね、箱。06番、西部警察パート3、西部警察マシン RS1 ということでね、こんなパッケージですね。めっちゃ燃えてますよ。西部警察といえばね、やっぱりこういった爆破シーンみたいな感じがありますけどね。あ、後ろもかっこいいですよね。はい。じゃあ、こちら見ていきましょう。いい。これはいいですね。結構ね、持った感じのね、ちょっと重量感もあってね、いいですよ、これ。はい、それでね、細かく見ていきます。まずフロントから、まずライトね、クリアパーツ入ってます。で、このクリアパーツ、なんかね、こう、フロントのね、ライトが4灯なんですけど、片側2灯の、それっぽい感じのね、なんかちょっと、細工化してあるのかね、それっぽく見えるようになってます。あと、グリルのね、立体感もいいですよね。あと、そしてナンバー、品川ナンバーね。うん、ナンバーがつくとね、なんかミニカーといえどもね、雰囲気出ますよね。そして、ここね、ウインカーと、スモールランプかな。こちらシルバーになってますね。外側ね。で、ここフォグランプと、赤色灯ですかね。このね、赤いパトランプ。はい。こんな感じになってます。ね、このフロントフェースだけでめちゃくちゃかっこいい。で、サイド、こんな感じですね。いや、結構ね、細かいですよ。こういったところの塗り分けね。あと、ホイールとタイヤ。いいですね。この、ゴールドのディスクに、シルバーのリム。そして、タイヤ。はい。ここね、1番。で、こちら。いいですね。RS ターボとかね。これは DOHC とか書いてあるのかな。はい。そして、ドアハンドルのシルバーの塗り分けとかね。この、縁ね、シルバー。はい。こんな感じになってます。どうやら、これは、ドアのね、開閉ギミックついてないです。はい。そして、このあたりね。エアロがついてたり。で、リア。はい。これも、リアは、これは塗りかな?テールランプね。でも、細かいですね。このあたり。下にね、ウィンカーと、バックすると光るね、光体灯。はい。ここもね、ちゃんと、
いろいろ書かれています。ちょっと後でねアップにしましょうか。はい、ナンバーついててマフラーもねシルバーなってます。でこういったねちょっとエアロのね部分もねパンパンしたエアロになってます。色もいいねこれね。はい、右サイド、はい、まあ違いといえばここに給油口があるぐらいですよね。でもね非常に丁寧な感じで作られてる感じがします。はい、そしてボンネット、ね、このスカイラインのマークとこの立体感ね、あここもねちゃんと中黒になってたりとか、これは細かいし立体的でかっこいいです。でこのフロントガラスの縁はブラックですよね。はい、こんな感じになってます。そして赤色灯で、この屋根の上ね、確かねここねなんかマシンガンみたいなのがね出てきたと思いますね。うん、そしてこのリアウィングですね、ウィングもちょっとねこういった感じのものですね。立体的なリアウィング、はい、ちょっとこうやってコックピット覗く感じで映しときますね。なんかこんな感じになってます。シートは1個ですねこれね。うん、はい、そしてねシャシーこんな感じになってます。造形こんな感じです。はい、ここだけねシルバーで塗られてます。でギミックですね、こちらサスペンションのギミックがついてます。タイヤもねいい感じで回ります。そしてこのマシン RS1 のベースとなったである車両ですね、こちらスカイラインね、こちらねトミカプレミアムでね出てたんで、ちょっとねこちら出してね比べてみたいと思います。はい、こんな感じでねちょっとね並べてみました。こちらねトミカプレミアムのスカイラインね、はい、ちょっと見てみましょう。結構ね似た感じなんですけど、よく見るとやっぱりこのライトとかねどちらもクリアパーツなんですけど、このアンリミテッドの方がやっぱりねちょっと作りがいいかなって感じがします。でもねだいたい形とかね似てますね、やっぱりベース同じ車両なんでね。ホイールとかこんな感じでね、はい、こちらはねドア開閉ギミックついてるんですけど、まあ今回こっちがねついてなかったり、ちょっとそのあたりの違いはありますけどね。あとこのダッシュボード、こちらブラックですけど、こっちはね若干シルバーっぽいね色になってます。うん、いろいろこうやって見るとね若干違いはありますね。はい、テールこんな感じです。プレミアムの方は、クリアパーツのねテールレンズこんな感じですけどね、アンリミッテッドの方がねかなり細かく再現はされてますね。ナンバーとかね、ナンバーもはいこんな感じです。で、あとやっぱりねこのウィングのね感じが違ったり、この後ろのねリアガラスの縁のねシルバーの縁取りなんかもね違いますね。あと細かいところで言うと、このガラス周りのこのシルバーの塗り分けの部分なんですけど、アンリミッテッドの方がなんかシャープな感じですね、この上が。でこっちはちょっとボテッと幅広な感じで、下側は逆にこっちの方がねしっかり塗られてる感じがします。そしてシャシーなんですけど、上がね、プレミアムですね、下がアンリミッテッド、素材がねアンリミッテッドの方がつるっとした感じの素材です。こっちはザラッとした仕上がりになってますね。でプレミアムの方はこう社名が入ってるんですけど、こっちは入ってなかったり、細かいところで言うとこのマフラーのね形状が違いますね。なので丸切り使い回しというわけではなさそうです。まあこんな感じで、ね、ちょっと比べてみたんですけど、アンリミッテッドのはやっぱりねお値段が高い分、若干ね作りがより細かい感じがします。ね、特にプレミアムが悪いわけではないですけどね。ということで西部警察のマシン RS1 でした。はい、ということで今回はトミカプレミアムアンリミッテッド3車種をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。前回に引き続いてね、ワイルドスピードとコナンからね、2代目がリリースされたわけなんですけど、今回ね、新たにね、この西部警察シリーズがね、出てきました。西部警察もこの車以外にもね、かっこいい車がね、たくさんあって、金色のね、フェアレディ Z とかね、黒いジャパンとか、今後ね、ひょっとするとそのあたりもね、リリースされるのかなと、ちょっとね、楽しみな感じがしています。
もちろんね、ワイルドスピードシリーズもこの2車種以外のね、もっとかっこいい車ね、いっぱいあるんで、今後ね、どんな車がリリースされるのかね、このトミカプレミアムアンリミッテッドね、非常に楽しみなシリーズとなってます。もしよかったらね、皆さんもね、どんな車がね、リリースされるかね、予想なんかもね、コメントいただけたらね、嬉しいです。ということで、今回はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で、バイバーイ。